北海道フェスティバル開催いたしますよ。いらっしゃいませ。サンロード YouTube 店ようこそ。店長の花園です。いつもご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日はサンロードシティ SC よりお知らせがございます。8月7日から17日までのこの期間中ですね、イオン錦店内におきまして北海道フェスティバル開催いたしますよ。物産展やですね、その他にもいろいろなイベントを行いますよ。まずは北海道物産展、こちらですね、期間が8月7日から17日までの11日間になります。時間が朝の10時から夜8時までとなっておりまして、最終日の17日はですね、夕方5時までとなります。場所はここサンロードシティ店のお隣のですね、イオン錦店の専門店街通路、こちらで行いますよ。こちらですね、北海道のいろんな物産が並ぶ予定となっておりますよ。またその他にもですね、8月8日から10日までのこの3日間はですね、 3D 旭山動物園行います。こちらですね、もうあたかも北海道で有名な旭山動物園にですね行った気分が楽しめるんですよね。もう熊本にいて北海道の動物園が楽しめるってもう最高じゃないですか。ぜひこちらご体験していただければと思います。期間がですね、8月8日から10日までのこの3日間ですね、時間はですね、朝の10時から夜7時までとなっております。また12時から1時この間はですね、お昼休みとさせていただきます。場所はイオン錦店内にございますサンロード春吉店錦店、このサンロード春吉店錦店のお隣で行いますよ。入場料はですね、お一人様300円になりますけれども、物産展でですね、1000円以上お買い上げいただきますとお一人様入場料が無料となりますよ。その他にもですね、北海道の旭川市のメインキャラクターでございますアサピー、このアサピーのですね、塗り絵も行いますよ。期間が8月8日から10日までのですね、この3日間、時間は朝の10時から夕方7時までとなっております。最終受付は6時半までとなります。場所はですね、この物産展の近くで行いますよ。塗り絵を完成されましたお子様にはですね、お菓子のプレゼントもご準備いたしておりますよ。ということで、8月7日から17日までのこの11日間ですね、お隣のイオン錦店内におきまして北海道フェスティバル開催いたしますね。ぜひですね、ご来店いただければと思います。熊本にいて北海道が楽しめますよ。はい、本日はサンロード YouTube 店にご来店いただきまして誠にありがとうございました。サンロード YouTube 店は毎日夜8時に開店いたしております。ぜひチャンネル登録していただきまして、サンロード YouTube 店の会員になられてくださいね。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございました。またのご来店お待ちいたしております。またです。バイバイ。だんだんなー。